2002年2月にペンタゴンで記者会見に答えるラムズフェルド知られていると知られていることがあるはイラク政府がテロリスト集団に大量破壊兵器を提供している証拠がないことを記者会見で咎められた2002年2月当時のアメリカ国務長官ドナルド・ラムズフェルドによる返答ないし論法として知られる何かがなかったという報告はいつ聞いても面白い 知っての通り、知られていると知られていること、つまり知っていると知っていることがあるからだ。知られていないと知られていることがあることも我々は、知っている。言ってみれば、我々は知らない何かがあるということを知っている。しかし、知られていないと知られていないこと、つまり、我々が知らないと知らないこともあるリポーツ、ザットセイサムシングハズンとハップンドアレ、always interesting to me. because as we know, there are no knowns, there are things we know, we know, we also know there are known unknowns, that is to say we know there are some, things we do not know, but there are also unknown unknowns, the ones we don't know, we don't know, ラムズフェルドのこの発言は物議を醸した。アカデミー賞監督のエロル・モリスは、この発言をタイトルに尺用した、ラムズフェルドのドキュメンタリー映画、 The Unknown On を制作している。このフレーズは、ドナルド・ラムズフェルドを語る上で欠かせないものにすらなった。しかし、アメリカの国防を担う、情報機関の職員は、もともと、ブラインドセルフや、アンノーンセルフを理論化した、ジョハリの窓と呼ばれる、コミュニケーションモデルを上等的に用いている。ラムズフェルドの知らないと知らないことは、そもそもジョゼフ・ラフトとハリントン・インガムという二人の、 アメリカ人心理学者がジョハリの窓のモデルを研究する中で1955年に生み出したアイデアである。二人はこれを自分のことを客観視して他者との関係を理解することに役立つテクニックとして提唱した。このコミュニケーションモデルは NASA でも一般的に使用されていた。ラムズフェルド自身が自伝においてあの返答は NASA の長官であったウィリアム・グラハムからの引用だったと回想している通りである。コダード宇宙飛行センターに当時データサイエンティストとして勤務していた天体物理学者のカーク・ボーンはラムズ・フェルドが普段の発言を行う数日前に自分が国土安全保障再編計画オフィスの職員との会話で知らないと知らないことというフレーズを使っていたと証言している。 ボーンはこの言葉がラムズフェルドをはじめ国防総省の幹部にまで浸透していたのではないかと推測している。ラムズフェルドの発言が報道された当時はナンセンスな出現であり、ポエムとも揶揄されていた。しかし、オーストラリアの経済学者、ジョン・クイギンは、曲解されているかもしれないが、基本的な考え方としては妥当であり大事なことだと書いており、カナダのコラムニスト、マーク・ステインも、 極めて複雑な問題を鮮やかに上流してみせたと、ラムズフェルドを擁護している。哲学者のスラボイ・ジジェクは、ラムズフェルドが挙げた、知っている、知っていないの組み合わせ3種よりも、はるかに重要なのが、第4の組み合わせ、知っていると知らないことなのだとしている。これはつまり、人は、基地のことであっても、意識的にそれを知っていると認めることを拒絶する、ということである。 ラムズフェルドは、イラク政府と対決するにあたって、最大の危険が、知らないと知らないこと、つまり、サダム・フセインの脅威の内実について疑うことすら、できないことだと考えていたのかもしれない。しかし、アブグレーブの集文が明らかにしたのは、危険は、まず、知っていると知らないことにあるということだ。つまり我々は信じたことや仮定したこと、わいな行為を否認するものだし、たとえそれが、 現代の社会的価値の基調を成しているものであっても、我々は何も知らないかのように振る舞うのである。ドイツ人の社会学者ダースト・ケスラーは、政治における認知フレームは、知っていること、知らないこと、知ることのできないことの三者間の関係によって決まるが、ラムズフェルドはそこから、知りたくないことを省略しただけだと述べ、ラムズフェルドの基本的な考え方を支持している。このフレーズは、 リスクアセスメントを扱った複数の書籍に引用されている。知らないと知られていることや、知らないと知らないことは、その後プロジェクトマネジメント業界のジャーゴンともなった。つまり、知らないと知られていることは、飛行機がキャンセルになるかも、というような想定外のリスクという意味であり、知らないと知らないことは、世界からはみ出た絶対的に起こり得ない状況によるリスク。例えば、 コンピューターの発明以前にタイプライターのメーカーはおそらく自分たちのビジネスのリスクについては予見できないといった意味である。ラムズフェルドは後に自伝である真珠湾からバグダットへを出版している。エロール・ムリスはラムズフェルドの電気的なドキュメンタリー映画アンノーンノーンを撮影している。ありがとうございます。